きいね。ちょっと包丁があるから。これ触っちゃダメよ。これ危ないからね。うわ、大きい。これ何？マグロ。マグロ、こんな大きいんだね。ほら。そうだの？お父さんマグロ好きなの。よかった。うわ、でっかい目。すごいね。そっちから、よいしょ。見て見て、目が。でっかい。穴が開いてる。大きいね。お父さん、ベタベタ、マグロベタベタすると、マグロが逃げちゃうよ。あ、そうかも。大きいもんね。このようエビとかカニとか貝もお魚も見たりしますか。これなんですかね、築地のあの商標みたいなやつですかね。大きさがこんなに大きい。大きいね。
はい、それでは早速、調理長にお願いします。すごい、見て見て、始まるよ。殺すために頭を取ります。頭取る、頭取る、ね、包丁大きい。リュウ君、手出してた、危ないよ。包丁危ないね。あ、すごい。あらまあ、お口すごいね。こう見ていただくと分かると思うんですけど、関節の間に包丁入れます。こう外しちゃうと取れないんで。おー、獣じゃなくて本物だ。あー、すごい。シャコの形にだんだん近づいてまいります。頭が取れちゃった。頭が取れちゃった。目玉、頬肉で、貴重な部分、牛肉のお刺身。これ、おろしたての今日しか食べられない。先生、皮を外しますね。はい、皮大トロからさらに延長線上にこの三角形がカマトロと言いまして、一番美味しいとこ、一番いいところですね。一番いいとこだね。一番いいとこ。食べたいね。一番美味しい。返しました。反対のところ。おー、ひっくり返った。ひっくり返りましたよ。お腹が出てきたね。マグロさんのお腹が。大きい魚なので、5枚おろしというやり方をしてます。5枚おろし。マグロさん、5個になっちゃって。すごいね。これ5個。5個。お、5個も取っちゃいますね。しんちゃん、気をつけて。ちょっとね、力入れてもらってそばにいらないよね。ね、ちょっとね、今大変だね。大変だね。あー、尻尾だ。本当だ。これがコラーゲンですね。コラーゲン。お腹が割れてる。お腹見てごらん、お腹。見ていただいて、こちらから見たら分かります。
赤身で皮の近くが中トロですね。美味しそうですね。よだれが出てマグロのマグちゃんだね。ねえ、すごいね。マグロはですね、大きさの割にこれはすごく細いんですよ。この大きな体を厚い皮で支えてます。マグロは常に、時速100キロ前後で泳いでます。50キロにちょっと言い過ぎました。50キロ近くで。通りがかる餌を使って、特に皮がすごく硬くなっております。皮が硬いなんて、ね、まあ、すごく切りづらいはずなんですけれども、そうなんですよ、上手に今切ってもらってます。すごいな、まあ、でかいな。うわ、ね、よく見えたんだよ。そうだね。もうすぐ取れるよ。よく見えるとこだもん。ほら、取れるよ。ほら、見て見て。うわ、ね、お背中だって座ってないから。見て見て、あれ、なんなんだじゃか。マグロのお腹の中だったんだね。ゆうくんのお腹の中だから。上でね、上の皮がなくなったので、今度身がこうなってるんですよ。じゃ包丁入れる角度が変わります。まっすぐじゃなくてこういう感じになります。あれ食べよう。お母さんに頼まないと。なぜかというと重量がいつもこっちの下身にかかっているので、身にかかる負担が上の方がないわけですね。だから今ふっくらしたその辺も、今後意識してちょっと、マグロの目利きに使ってください。左側顔を見てこっち、左の皆さん、なんかバリバリ聞こえてる。何すごいよ、なんか取れるよ、取れるよ。おお、こんな赤落ちですね。食べていただくために多めに中落ちをつけるようにお願いします。
赤身のお肉を炊いたのが中押しと言います。フレーションのこと残らないように肉を切るんですけども、今日はわざとです。肉が多く残ってるのはわざとですからね。決してフレーション下手くそなわけではない。これはですね、スーパーに並んでいる柵の状態までしますね。はい、これが小さくなる。みんなが見たことがある形にするからね。ね、お店屋さんに並んでるマグロになる。テーブルに手つかないで、ちょっと見るだけ。
咲くんじゃん。コハ、つけ蹴らないようにして、気をつけて。うわー、すごい。やりますよ。多分皆さんはマグロフィルとはこの形でしか見たことがない。断面見ていただくとよくわかると思うんですけど、このマグロものすごく脂が乗ってまして、このここの方がここまで脂乗ってないんですけど、この方が先まで脂がきつく乗ってますね。で、赤身の部分と中トロの部分っていうのを境目でどこまで入れるかっていうので、お寿司屋さんはよくここで揉めるらしいです。要は赤身を多く少なく取っちゃって中トロを取りたいんだけど、なんとおじさんが顔が龍くん、危ないでしょ。ここから見える。龍くん、ああやって皮剥がすんだ、ああやって。この皮もですね、ボイルして鱗を取って細く切ると食べれます。ポン酢で焼いちゃうんですね。じゃあ今から仲間内を皆様にプレゼントします。はい、お待たせいたしました。ありますので、はい、楽しみにしてください。中落ち。
大人の贅沢。Thank you.
先生もまだ食べてない。そうかないな。今ね、一生懸命食べてくれて。